語り場チャンネル。こんにちは、語り場チャンネルです。今日もお酒飲みながら適当に雑談していこうかなと思います。本日は、富山県の日本酒の増泉さん、はい、こちらを飲んでいきたいかなと思っております。今日はお刺身3つ用意しました。まず1個、朝トレ、ふくらぎですね、ブリの2段階前、298円、安い。でこちらも、富山湾で獲れたカマスのお刺身350円、でこちらがアジですね、魚津港で獲れたアジが398円、安い。これをつまみに、まあ、ちょっとやっていきたいかなと思います。1月の中旬になりました。まあ、ちょっとね、地震があってかなりバタバタした年始にはなりましたけど、まあ、ある程度落ち着いてきたかなと思います。よいしょ。ちょっとストーブで直接温めた、じゃあ日本酒ですね。いやー、マスイズミ辛口、醸造アルコール入ってるんで、まあ本醸造かな。いただきます。人肌感ぐらい美味しい。でまあ1月のうちにいろいろ野球界もね、ある程度動きがありましたので、そろそろ順位の予想をしとこうかなと思っております。まあ正直ヤクルトファンなんで、ヤクルト1位予想はもう揺るがないです。もうそれはどの球団のファンでもそうでしょう。まあ、実際のところという話は抜きにして、ファンなんで優勝を目指すと、まあ、ヤクルト1位優勝、去年のリベンジやってくれると信じております。まあまあまあ、新しく入ってきたね、ドラフトの1位と2位の子が、まあ、即戦力なんで、ある程度いけるかなと思ってますけど、西舘君がね、ローテ入れるかどうかだね。ここ大事なポイントですね。で、あとは奥川さんが、状態はいいと本人が言っとるので、復活してくれれば本当に優勝狙えるかなとは思っております。まあ、野手陣もね、去年は本当に怪我が多すぎたんで、本当に怪我さえなければっていう、もうヤクルトお約束のやつなんで、怪我人増えると勝てないっていうね。まあどの球団でもそうなんでしょうけど、怪我人いなければ優勝狙えるよと。まあメンバーは揃ってますんで、まあ層は薄いですけどね。その分怪我さえなければ優勝できるってそういうことなんだよね。まあまあまあ、だからレギュラー陣がちゃんとフルで働いてくれれば優勝できるでしょう。ということで、順位予想ですね、セリーグの順位予想、6位からいきます。6位が、まあ、中日ですね。まあ、中日は、まあ、補強、うち中田取りましたけど、まあ、正直ビシエドよりは使えるとは思いますけど、まあ、どちらにしてももう そろそろ、ね、いい年なんで、ビシエドも中田もそこにおんぶに抱っこだともうそもそもダメですし、結局巨人でも怪我してましたからね、ちょいちょい離脱してたんで、もう今年もちょいちょい離脱すんじゃねえかなと。中日はピッチャーはいいんで、野手がね、中田がフルで大活躍したらワンチャン A クラスありますけど、多分怪我もあるし、そう簡単にはいかないと思うな。なんかね、若手がね、もうちょっとやってくれれば、中日もね、いい若手は取ってるはずなんですけどね。去年もね、良さげな子を取ったのに、速攻怪我しちゃったから、なかなか結果出ずに最下位ですけど、投手陣がね、大野が怪我しちゃってるし、結局、去年は、ね、ロドリゲスが亡命したっていうとこからまずスタートしてますよね。まあ、あれが全てだな。あと米騒動とかもあったし、柳君と高橋君がどれぐらい頑張れるかってことだね。小笠原もいいんだけどね。ただ本当に去年は中日は本当に先発の防御率めちゃくちゃいいのに、なぜか借金っていうね、
本当に野手に足を引っ張られてる感じなんでピッチャーがかわいそうですね。なんで本当に中日野手次第で A クラスはあると思いますけど、まあまあまあまだ無理かな。うん、石川くんも今成長過程ですけどまだまだですから。いや細川くんがね、あの活躍して2年目どうなるかっていう、ということで中日が6位です。で5位予想、横浜、ここ来たね。まあまだね、あのバウアーさんがどうなってるかわかんないですけど、まあ、今永先生がねいなくなった時点でやっぱ柱はいなくなるんで、それでバウアー抜けちゃった日にはまあ普通に5位もあるなと。安陣もね、牧はいいんだけどね、やっぱ佐野と宮崎がそろそろ落ちるかなと思ってるんで、うん、でオースティンは全然出てこねえし、で外いなくなったでしょ。でも外人をどうするかだよね。だから先発がどうしても枚数足んないんで、結局石田くんがね残留したけど、まあ、ヤクルトがちょっとちょっかい出して年俸だけ上がったっていうね、地味に横浜にダメージを与えたっていう感じにはなってますよね。内野手がねだからね、あんま若い子がね活躍してないからね、まだ育てなきゃいけないんだろうけど、牧しかいないもんな、あとおっさんばっかだもんね、西浦とか京田とか。横浜はそんな感じですね。で4位が広島ですね。広島予想、まあ、シンプルに補強ができてないっていう、外人も全員放出しちゃったし、ほぼ放出、なんか残ってんのかな、詳しくは調べてないけど、なんか西川抜けたのが痛いね。で秋山も絶対もうどんどん落ちていくだろうから、あんまフルで出れないだろうし、まあ、そう考えた時にね、まあ先発も大瀬良がどこまでやれるか、いい年だしね、もうそろそろ落ちてくると思いますから、もうね、さっきからトラマルさんがうるさいんだよね。トラうるさいもんね。今動画撮ってんの。なんか刺身食って出るからもう来るでしょあんた、ちょっとやめてよ本当に。だから入れたくないのあなた、ちょっとお刺身はダメよ、付き合いで狙いやがってダメですよ。ということで広島が4位ですね。で3位が巨人ですね。巨人、結局巨人なんだよな。巨人がねやっぱ元気じゃないとセリーグが盛り上がらないんだよね。まあ原さん辞めて安倍新監督で、まあ、ワンチャン3位あるかなっていう感じかな。ダメだっつって、ね、巨人はねちょっとやっぱ中継ぎが弱いんで、大勢がね怪我どうなんだろうなっていう、ちゃんと戻ってきて後ろバッチリだったらいいかなと思いますけど、まあ、菅野はもう完全に落ち目だしね。だから戸郷君柱にして何人いけるかなっていう、まあ、外人ガチャが当たればって感じですけどね、まあ、いい若手はねいますんで、先発は若手の先発が活躍すれば本当に A クラス普通にあるのかなと思いますよね。岡本が4番でどっしり座って、坂本が多分サード固定になるんだろうから、どんぐらい出場できるかなっていう。門脇君はね守備うまいけど打撃の方がまだまだだからね、まあ、若手だとあと秋広君がどれぐらい伸びるかなっていう、まあ、個人的にはね浅井君が早く定着してくれると巨人は面白いのになっていう、まあ、若手をちゃんと育てられるかなっていうそこですね。まあ、リリーフは阪神から馬場も取ったし、まあ多少はリリーフは補強できてるのかなと思いますけど、くらいかな。で阪神が2位ですね。まあまあまあ言うて阪神強いですけど、ピッチャーがねピッチャーめっちゃいいですけど、
まあ、2年連続同じ成績残せるかっていうとそこは疑問なんで、連覇は簡単じゃないですよ。やっぱあ村上君はかなりいい成績残すでしょうけど、多分大竹君はあんまり活躍しない気がするな。2年目で移籍して2年目、主軸が村上君と伊藤君、あと佐伯君、あとは意外となんか落ち目な気がするんだよな。その後はまあ願望ですけど、まあ、中野近本が怪我さえなければって感じですよね。あそこが怪我すると一気になんかガタガタっといっちゃう気がするな。あの 1,2 番がどっちかかけると急に多分得点力が減るような気がする。大山もね、あの里輝もランナーいないと全然怖くないんで言うほど、里輝もな、本当にルーキーの時の方がなんか迫力あったけどな、なんか縮こまっちゃったよな。まだまだいけると思うんだけどな、まあ、若いんだからまだ頑張ってほしいけど、ヤクルト戦以外で頑張ってほしいね。あとリリーフは湯浅くんがね怪我でどうなんだろうな。湯浅はもうそろそろ本当に落ち目だと思うんだよな。そんな言うほど良くなかったもんな去年も。そこだな。あと外人ね、外人ガチャが成功するかどうか。結局外人ガチャ成功とか関係なく日本人だけで強いチームが優勝するんだよな。結局なんか言うほど外人活躍しなかったもんな阪神。外人で言うたらうちの方が本当に活躍してるから、そこだな。もうちょっと外人ガチャが当たればね、連覇あるかなとは思いますけど、まあ、毎回春先打つとバースの再来って言うからね。もう去年は言わなかったからな。言わない方が優勝できんじゃないの。もう呪縛を解き放った方がいいよバースの。本当に あんな神外人なんてもう現れないな。基本的には日本のレベルも上がっちゃったし、日本に来る野手のね助っ人なんてみんな 3A の子だから、日本のピッチャー打てないんだよな。だからもうアメリカと日本のレベルの差がだいぶなくなってきたなと。リーグ自体の差はねまず多少ありますけど、あっちはもう本当に優秀な選手ばっかかき集めてますから、いい選手はみんなメジャー行っちゃうし、日本もね。いや本当に野茂から始まったメジャー挑戦ですけど、大谷君で完全にもうさらにこじ開けた感じかな。みんな表明してるもんね、メジャー挑戦。刑事まで言ってもんな。成績残さないと行く権利ないけどな。お声もかかんねえし。いやマジで上沢君があんな契約ってちょっと信じられなかったもんな。マイナー契約で上沢がおかしいでしょ。まあ、すぐメジャーに上がると思うけど、さすがにだよね。やっぱピッチャーは日本産に限るっていう風に多分あっちの人にも思われてる可能性があるね。ということでセリーグ予想はヤクルト1位、2位阪神、3位巨人、4位広島、5位横浜、6位中日っていう予想にしました。まあ当たるかな当たんないかな。ヤクルトが優勝できれば多分ある程度当たると思うけどな。いや怪我さえなきゃな、本当に。いや奥川君怪我なければ普通にローテ入るもんな。いやでもどうなんだろう、また加藤さんと併用になるのかな。無理させない気もするな。でも本人的にもちゃんと投げたいだろうしな、年間通して。怪我さえなきゃなんだよな、そこら辺だな。ということでそんな感じで予想してみました。ヤクルト、阪神、巨人、広島、横浜、中日で予想しました。皆さんはどうでしょうか。じゃあ本日はここまで、ご視聴ありがとうございました。